と申します。皆さんいろいろ切手を送ってくださる方が多いのですが、切手を送っていただく方が多いんですけど、台紙から剥がさないで送っていただきたいんです。それと あまり消し印の汚いのは捨ててください。輸送料も高くなりますし、こちらも捨てなきゃなりませんので、何が写ってるか分かんないようなのは送っていただけなくて結構でございますので、その点よろしくお願いいたします。中央区厚生保護女性会の平賀でございます。よろしくお願いいたします。15番です。厚生保護女性会は犯罪や非行のない明るい街づくりをする会なんです。そして施設訪問としまして、少年院や矯正施設にも訪問しております。で、今度の3月6日の日曜日、月島社協でバザーを行います。そういう収益を食事作りをする時のプラスさせていただいたりして活動しております。それと学芸工事パトロールっていうのを行っております。それとその他には、シルバーウィング新富で折り紙教室、それと書道を教えたり、それからマイホーム晴海では配膳下膳のお手伝いをさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。中央区環境保全ネットワークの川名でございます。25番でございます。私どもの一番皆様に本当にいろいろとお世話になっているのが、子どもと試す環境祭りというのを年に1回小学校で開催しております。その時には本当に TCC 様とか本当に皆様にいろいろとお世話になっております。で、私どもは企業、それから中央区には企業がたくさんおりますので、企業さん、それから企業団体、それから行政、学校、それから区民の方たちを一つのグループにまとめというか、共同で一緒にやっていこうという会でございます。で、今回の渡辺、会見の渡辺が来ておりますので、その他の詳しいことを渡辺がお話しすると思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、渡辺さんですかね。はい、今日は中央環境保全ネットワークの会計として、この助成金の精算を持ってきたもんですから、たまたまくっついてきたもんで、いつもご協力、社会福祉協議会、それから個人会員、それから企業の皆さんから会費、そして協賛金をいただいて、会がスムーズに運営されております。ありがとうございます。これからもよろしくお願い申し上げます。26番、中国文化財サポーター協会の黒野です。私どもは街歩きを通じまして、中国の良さを PR しようということで、文化歴史ということなんですがね、キザに言うと、物を言わぬ路傍の石にも建物にも橋にもそれぞれの歴史があるということなんですが、3月11日号に私どもの広報でまた募集がありますので、それを見てよかったら応募してください。区のお知らせですね。区のお知らせです。区のお知らせの3月11日号です。はい。はい、ありがとうございます。はい、女性海外研修者の桜井です。48番です。先日ですね、私どもの会、20周年を迎えまして、藤井さんにいろいろ移していただいたりしたんですけれども、一番その一般人を巻き込んでお願いするっていうことは、台所から世界が見えるっていうことで、外国の人を招いて、その講師のお料理を通して、いろんなその国の文化などを学んだり、足元からの国際交流を続けております。もう15回になります。会は20周年を迎えました。おかげさまでありがとうございました。